にちは、奥園敏子です。今日は油揚げの卵とじ丼を作りたいと思います。油揚げです。甘辛く煮た油揚げを卵でとじたものをご飯にのせた丼です。これね、関西ではおなじみの丼です。甘辛く煮た油揚げを使うっていうのがとっても大事なところでね、油揚げそのまま煮てね、卵でとじたやつとはね、もう全然違う美味しさです。ものすごく美味しいです。せやけど油揚げ甘辛く煮るの大変やって思はった方、大丈夫です。奥園流レンジ甘辛煮のレシピがあります。これね、以前紹介したことがあるので、ぜひ作ってくれはったことがある人もいはるとは思いますけれどもね、今回もそのレンジ甘辛煮を使って作るので、めちゃめちゃ簡単で、めちゃめちゃ簡単やけど、めちゃめちゃ美味しくって、油揚げ卵やけど、めちゃめちゃ満足感のある丼になります。合わせてね、卵で閉じるときにね、上手にとろとろの半熟に仕上げる方法も紹介したいと思います。では今回も楽しく作っていきましょう。材料です。まず油揚げ、醤油、砂糖、お水、かつお節、これで基本の奥園流レンジ甘辛煮になります。玉ねぎ、卵、醤油、みりん、お水、あと丼にするときに温かいご飯と彩りに青ネギなどを使います。では油揚げのレンジ甘辛煮を作っていきたいと思います。これは以前紹介したことがあるのでね、もうすでに作ったことある人もいはると思いますけれどもね、さっとおさらいしておきます。まず油揚げなんですけれども、こんな風にキッチンペーパーで挟んでキュッとして油を切ります。短冊に切ります。では調味料を絡めていきます。お砂糖、お醤油、そしてここにお水を入れるっていうのがポイントです。これでふっくらと煮上がります。で軽く全体を混ぜて、そしたらラップをして、そしてこれで電子レンジに2分かけます。では電子レンジにかけ終わりました。中を見てみたいと思います。こんな感じ。そしたらこう全体に混ぜて、ほら、もう味が染みてる感じですよね。もう早いんですよね。そしたらここで鰹節、ブシブシです。これでね、鰹の出汁で煮たのと同じ味になります。入れます。これで油揚げのレンジ甘辛煮ができました。では玉ねぎを切っていきます。まずここを取って、そして頭を取って、そして今回は繊維を断ち切る方向に切っていきます。でね、まずここを半分に切ってから、そしてこういうふうに切ります。そんなに薄くなくても大丈夫。今回はこんな風に切ったかっていうと、今回は油揚げと合わせるので、ちょっと柔らかく煮上がった方が美味しいかなと思うので、この方向です。そして最初に半分に切ったのは、この長さがね、油揚げと同じような長さになるので、こんな風に切りました。はい、これで玉ねぎが切れました。では、卵を溶いていきます。じゃあ、溶いていきます。この溶き方すごくこだわる人もやはって、なんかあんまり溶かない方がいいっていう人もやはりますけど、これも好みで、私結構しっかり溶いた方が好きです。なのでこんな風に溶きました。はい、これで卵の準備ができました。ではもう一つ大事な下準備をしていきます。ご飯の上にね、かつお節を粉々にかけておきます。
でこれ鰹節かけるかっていうとですね、上から卵とじかけた時にこの鰹節があることで鰹のだしを使わなくても鰹の旨味の入った美味しい丼ができるっていうことが一つなんですけれども、もう一つ丼物ってね、上からザーってかけた時にね、最初は美味しいんですけれども、そのお汁をねご飯がどん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 吸ってしまうのでね、最後の方ちょっと味がボケてくるってことないですかね。なのでね、その卵とじのベースの方をちょっとしっかり味をつけとかないとね、最後の方物足りなくなるんですよね。でもやっぱり健康のことを考えると、あんまり味濃くするのもいかがなもんかと私は思うので、こんな風に鰹節をここに引いてもらうと、まずこの鰹節が吸うのでね、その美味しいお出汁をここにキープすることができるんですよ。そしてこの美味しいお出汁を吸った鰹節でご飯を食べるのでね、最後まで味がボケずに食べられます。卵とじの方の味をすごく濃くしなくてもこれで美味しく食べられますのでね、健康という意味でもこのやり方はすごくおすすめです。ぜひぜひやってみてください。さあ、これでご飯の準備ができました。では煮ていきたいと思います。最初煮汁を作っていきます。お水です。そしてお醤油、みりん、そしてここに玉ねぎです。玉ねぎを入れます。で、ここで最初のポイントなんですけれども、ここに油揚げも一緒に入れて煮てしまいたいところですけれども、最初は玉ねぎだけ煮ます。ここで入れて蓋をします。最初強火で、沸騰したら火を弱めて、まあ 2,3 分ですね、玉ねぎが柔らかくなるまで煮ていきます。ではだいたい3分ぐらい経ちましたので、中を見てみたいと思います。こんな感じでね、玉ねぎが薄切りになっているので、だいたい3分ぐらいでもう柔らかくなるとは思いますけれども、失敗だったら一つ食べてみてね、柔らかくなってるかどうか確かめてください。ここで完全に玉ねぎに火を通しておくっていうのが大事なところです。そしてここで初めて油揚げです。なんでここで入れるかっていうとね、もう最初から入れるとね、この油揚げのせっかく煮たこの甘辛い味がね、抜けてしまうんですよ。後から入れた方がこの味がしっかり残ります。味がね、このしっかり残ってる方が美味しいんですよね。なのでここで入れます。で、入れる量はね、もうお好み、全量入れてもいいし、半分ぐらいにしてもいいし、これはもうお好みの量です。ちょっとこれぐらいにしとこうかな。ちょっと玉ねぎも見えた方がいいので、これで軽く混ぜたら、もう油揚げ入れたらね、もうそんなにね煮ないで大丈夫です。そしたらここで卵で閉じていきます。とろっと半熟状態にするコツがあります。それはね、この卵液を全部入れないで3分の2ぐらい入れてちょっと残すんですね。そうするとうまく半熟になります。必ず沸騰しているところに入れてください。こういう感じで、もうこれはね、そんなに難しいことないです。全体にこう入れてですね、で、これぐらい、3分の1ぐらい残しました。ここでちょっとだけ卵混ぜて、ちょっとお汁と卵混ぜて、そして蓋をします。最初に入れた卵はもう完全に火を通して大丈夫です。これをね、半熟で火を止めようとするとね、すごく難しいんですよ。もうここはね、火が通ってもいいと思ってください。さあ、だいたい火が通りました。見た感じ白くなってきました。はい、こんな感じ。ほら、火が通り過ぎてる感じがしますが、ここで火を止めます。止めて残りの卵を入れるんです。そうするとね、この残りの卵は余熱で通っていくので、その固まりすぎるいい感じの半熟になります。こんな感じです。ほら、さあ、こんな感じ。あとはこれ余熱で卵に火が通っていきますので、これで大丈夫です。もう火は止まった状態です。そしたらこれをご飯にかけていきます。これ2人分なのでね、大体半分ぐらい、1人半分ぐらいね。ほら、ほら、いい感じの半熟状態だと思いません？ほらほら、ほら。さあ、美味しそう。これであとは彩りの青ネギを散らせば出来上がりです。できました。レンジ2分でできる油揚げの甘辛煮、卵で閉じれば安い早い美味しいのごちそう丼の出来上がり。一口食べればお口
たいと思います。いただきます。どんぶり、もうどんぶりっていうのはね、もう忙しい時にめちゃめちゃいいですよね。じゃあ、最初玉ねぎと一緒にもう油揚げも一緒に入れて煮てしまいがちですけどね、そうするとね、せっかく甘辛くね煮ていた味がね煮汁の方に出てしまうんですよね。そうするとね、出来上がった時にね、均一にね、みんな同じような味の濃さになるんですよ。まあそれはそれでまあいいといえばいいんですけれどもね、ベースになっている卵のところの濃さと油揚げの濃さとのコントラストがあった方がもう絶対に美味しい。油揚げに幸福感があります。で、最後の卵で閉じるとこ、あれね、全部卵入れないで2回に分けて入れるっていうとこ、あそこも大事なところです。あのね、もう半分残したあの生の卵、あれはもう火を止めて最後に入れることでね、余熱で火が通っていきますのでね、誰でも失敗なくいい感じの半熟の卵とじができます。やっぱりね、トロトロとしてるのですごく美味しいですよね。これはね、このままでも美味しいんですけれども、私のおすすめは、じゃーん、もう想像ついてあると思いますけど、七味と粉山椒、山椒七味です。もう私、粉山椒とね、七味唐辛子のもうダブルで入れるっていうのがね、もう私大好きなので、今回も入れてみたいと思います。七味をここにパラパラっとして、そして粉山椒は多め、私は粉山椒が大好きで、ここに入れて、そしてうーん、粉山椒めちゃ、粉山椒ほんまにや、これね、粉山椒をやってほしい。これ七味と粉山椒とね、ダブルでやるとね、またこれ香りがね、あと立ってね、すごい美味しいです。で、実はね、このね、油揚げの卵とじ丼っていうのはね、関西では割とね、どこにでもある丼で、ここに京都では絹笠丼という名前がついています。絹笠っていうのは金閣寺のあたりの地名に絹笠っていうところがあって、その地名がついた丼になっています。粉山椒かけるとね、やっぱりね、京都っぽくなってね、絹笠丼っぽくなります。で、絹笠丼の時はね、この玉ねぎのところが京野菜の九条ネギになります。こんな感じです。で、それもね、また美味しいのでね、もし京都行かはる時があったら、お土産さんとかに入ってもらうと、絶対ね、絹笠丼ありますのでね、ぜひぜひ食べてみてください。ということで、今回の油揚げの卵とじ丼、いかがでしたでしょうか。これ油揚げと卵でね、すごい満足感があってね、私ね、これはね、すごいね、ごちそう感あると思います。ですからね、ぜひぜひレパートリーに入れてもらってね、ささっと作って美味しく食べて、明日もまた元気にお過ごしください。今回もとっても美味しくできました。ぜひお試しください。本日のおまけ、油揚げのあんかけ丼。卵で閉じる代わりに水溶き片栗粉でとろみをつけました。最後にのせたおろし生姜が合う、とろとろ熱々の幸せ油揚げのレンジ甘辛煮で、これもワンランク上の美味しさになります。この動画を見て作りたくなったら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。
では次の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。